皆さんお待たせいたしました。よっよっよっ、後半はお腹いっぱい、お腹いっぱ い後半はプロたちの戦いです。イエーイ、頑張れ頑張れ。前半は二打勝ちしてたんで、後半はハンデ4打あげます。あげます。あとう10ホール目パー4行きましょう。キャディ頑張ります。ツアープロからです。じゃあツアープロのレンプロからですね。はい、ではツアープロのレンプロドライバーで、はい、真ん中にぶちかましてください。頑張ります。以上、キャディさんヘッドカバー外してあげてください。あ、ごめんなさい忘れてました。ねえ、お願いします。お願いします。しょー、ちょっと右バンカーかな。うん、なんか跳ねてましたね、今。どっちに跳ねた。と、まっすぐ向こうにすげースイングナイスです。入れさせていただきます。お願いします。すごいです、これがプロです、ね、もうね、ずっと後ろにニヤ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 してしまった。ミゴルフファミリーやからおなじみすぎて。もうおなじみで乗せるんですか。乗せましょう。無理です。行きます。キャリーさんからのオーダーはワンオンでしたけど。お願いします。お願いします。おお、珍しい、サングラスが飛んだ。でも大丈夫。死ぬほど曲がった今ので死ぬほど曲がった。死ぬほど曲がったっすね。俺も死ぬほど曲がったヘッドペアベ俺もね、死ぬほど曲がった死ぬほどうまかった。曲がったって。あ、曲がった。うん、珍しいですね。右から行って左に死ぬほど曲がった。死ぬほど曲がった。左から右に死ぬほど曲がった。持ってるよ、なんか持ってるよ、なんか。マジ。おお、もう決まってんの、すごい。もう決まってる。私まだ飛距離を測ってる。これやべえ、怖え怖え。決めました。距離も見ずに決めました。すごいわ。パターですか。でも一番怖いのはなんかオーバーな飛距離のアイアンを渡してしまいそう。それでもどうにかするのがね、ツアープロですよね。はい、ね、頑張りたいと思いますでもしっかり読んで、ちゃんと言い訳ダメだからね。頑張る。いや、受け止めて頑張る。何でも受け止めてくれる優しさです。優しい。やっぱプロの試合するときはもう鬼のように緊張します。スタートホールだけ緊張して、ティーショットだけ。そうで終わり。終わり。それ以外は緊張しない。それ以外は基本的にほぼ緊張しなくて、うん、で、まあ、後半の勝負どころのティーショットとかがちょっと緊張するかなぐらい。あ、ここ外したらもうやばいみたいな。やばいみたいな。それ以外はそんなに緊張しないんだ。割とリラックスしてもそのここに集中。そう、もうちもちできるんで。そうなんや。でもティーショットの緊張感ってどうやってほぐすんですか。いや、ほぐれないんで、うん、そのまま打ちます。あ、受け入れる。そう、受け入れて、で俺今緊張してるなって思いながら打ってあげる、うん。へぇ、センターまで102ですね。そんなある。はいはい。なんとキャディさん、はい、ピッチングを持ってきていただきました。お、ピッチングですね。頑張ります。キャディさんもうね、距離測る前にね、まだどのくらい飛ぶかわからないので、はい、ちょっと様子見で様子見でね、渡してみました。なるほどあのスイングの大きさを見てうまっ。ナイスオン。ちょっと大きい。頑張ったよ。頑張ったよ俺は。頑張った。ピッチング。明らかに大きい。66ヤード。58度。渡しちゃいました。66ヤード58度です。はい、お願いします。まっすぐ。あ、ちょっと弱いか。ちょっと短いですか。見えませんね。ちょっと、ナイスオン。弱かった。弱かった。ちょっとね、手前から精神です。でも大怪我しないからいいんですよね。そうですね、手前から。手前から。ゴルフの基本ですね。基本です。いつもオーバーする私はダメ。手前から。慰めてる。
やっぱアプローチは基本的に上げるんですか、開いては。だいたい上げるのが多くて、うん、で本当にこういうグリーンの近くだと、うん、あの転がすのが多いかな。そういうことね。ちょっと思わない俺。いや今うまかったの、普通に普通のショットよりうまかったじゃん。私が読むんだよね。確かにこれが一番恐ろしい。あ、引っ掛けた。ちょっと左出た。惜しい。むずいです。え、読みは合ってました？読みは合ってた。あ、よかった。下ミスった。下りですね。はい、下りで、下りだけですか。下りでまっすぐ出ればいいんですか、これ。下りで、ちょっとスライスするかと思います。はい、ちょっと。しっかりちょっと。うわー、ナイスバーディー。ごめんなさい、しっかり打っちゃった、今。ナイスバーディー。ナイスナイス。ナイスキャディー。ナイスキャディー。何て言ってました。下りのスラーなので、縁ですね。うわー、切れた、OK です。あれ、スラーズ。いや、スラーズ。スラー。そう、俺がミスってる、ずっと。あれ、足りなかったわけではない。全然、ほんま、うん、最初のも合ってて、うん、それも俺が引っ掛けて。あ、そうなの、左行っちゃった。そうか、よかった。とりあえず、ミスただけ。ミスただけ、2回ともミス。頑張ります。頑張ります、はい、やべ、超開いた。バーディーとボギー、ボギーやからほんまや、6段になっちゃった。だから今4打差。4打差、うん、4打差。まあちょうどいいかな。うん、だよね。やっぱね、あ、こっちのこと考えてくれた。ナミゴルフの取れ高を。取れ高大事だから。さすがだわ、しっかりしてんな。俺とは大違いだ。やべー。でもケンちゃんもまさかのバーディーぐらいな感じだったよ。もうめっちゃびっくりした。取る気なかった。打った瞬間、パンチ。11ホール目はボギー。ボギーです。ボギーです。バーディー。バーディーです。ナイスバーディー。アンパンチのバーディー。あの、こっからね、追い上げたいからハンデ上げて。うん、11ホール目パー4いきます。います。これはどの辺狙えばいいでしょうか。そうですね、真正面の木を。真正面の木こうやっていってくれれば。おーい。完璧。見えない。あ、ちょっと右行っちゃった。すげー。ごめんなさい、狙いよりちょっと右っちゃいました。よいしょ。昨日右から攻める。右から、はい。よいしょ。ここに行った。昨日右です。はい、完璧。ナイスです。ありがとうございます。さすがです。ひなちゃん、どうか。プロ2人の球は素晴らしいですね。すごいっすよね。素晴らしい、いただきました。やった、嬉しいな。すごい迫力ね、こことかすごいっすよね。すごいですね。あと何ヤードでしたっけ。あと80ヤードぐらい。80ヤードです。はい。54ですね。54いただきました。さっきね、ピッチングだったんでね、ちょっと50にしてみようかっていう。そうですね。これ風ってどっちから吹いてますか。風は左から右へ吹いてます。左から右へ吹いてますか。わかりました。旗めっちゃ奥に吹いてるから。すごいな。こう向いてんのかな、多分ね。こう向いて、こう左から確かに確かに。打ち上げた。ナイスオン。どう打てという指定はなかったんで。はい、転がし。転がし。え？転がし、これ転がさないの。やべえ、転がし、転がし。レンプロは何でしたっけ、クラブ。83ヤード58度で、はい、転がしです。58度持つ意味。やべえ、難易度高え。ふいふいや。おー、低く出した。すごい。そしてスピン。うわー、うめぇ。転がってないよ。やばい。やばい。でも低く出したのは転がしを意識してる。転がしを意識して。それやったらもっと上げてます。もっと普通に上げて。すごい。すごい。転がし ないんですか、ここは。は普通にこうトーンって言って。普通上げる。上げて。ああ。
でもほら前に何にもない時は転がせみたいに言いません？そうなんですけど、これはアプローチとかでもっと近い時、そうそうそう、あのくらいの時はまあ普通に言った方がいい、言った方がいいそうなんですね。キャディーしながら学びます。はい、この辺で、はい、ちょっと上り、うわ、おっしー、読み終わってます。オッケーです。おざまーるすいさん、これ外したらカットになっちゃうから。何ですか、キャディーさん結構読み良くないですか？いい感じですよね。今の良かったっすよ。登ってカップの先下ってて、はい、カップ2個ぐらいって言いました。カップ2個ぐらい、はい、なんか的確な指示っぽいですけど、はい、登ってカップの先下ってる、来い、うん、めーうめー完璧、イエイ、すごい、ナイスバーディー、ありがとうございます、ナイスバーディー。今レンズ、あのラインどうでした？ライン完璧でした。完璧ですか？はい、いや、レン君は絶対に下り落ちるような打ち方はしひんから、はい、ぴったりぐらいで読まなきゃと思いましたねそこも分かってるな、もう私が入れたわけじゃないのにめっちゃどうやってるでも嬉しいよね、めっちゃ嬉しい、読んだ通りにほんま、なんで言ったこと全部できちゃうんと思うけど、ゲームみたいだね、ほんとでも実は得意なクラブ聞いてもた。なんすか？9番。9番アイアンが得意なの？うん、あの全然カメラ回ってないところでいい話いっぱい聞いてるんですよガチガチポソポソ喋ってました。そうそうそうだって俺ナミちゃんが、うん、あのラウンド中にあんなにゴルフの話するの初めて見たもん。初めてやろ、うん、そうなんよ。11ホル目はバーディーでした。イエーイバチパーです。バーディー、まあ、普通です。普通、最高のバーディーを取れましたね。はい、ナミちゃんのおかげです。イエーイ、優しい心の広いレン君。イエーイじゃあ12ホール目パー5いきましょう。ここはキャディ力が試されるところです。ふさふさの黄緑のところを超えるぐらいふさふさ柳みたいな木だよね。うん、あいつ見えたやつやん。すみません、ギザギザから、まあフェアウェイですよね。はい、で、どうなった？まあ、多分フェアウェイじゃないですかね。バスバスは見えません。あ、なんで上げてくるんだよ。ワンオン狙い。ワンオンすか。486ヤードワンオンでお願いします。ナイスショー。バンカーより右行った。申し訳ない。でもフェアウェイ。うわー、もうほぼど真ん中じゃないですか多分。ちょっと飛びすぎてるかもしれないけど。すごい。マジすげーわ。指示通り何でもできる。何でもできる。でもこっちはバーディー狙いでいってるんで。俺ワンオン失敗したもん今。ワンオンいったらイーグル。え？ワンオンいったら2打で入ったらアルバトロロロロロ。あれって乗ってないんですか？アルバトロロロロ。あれ違うコース。あれね、違うグリーンですよ。これだと思った？こっちだと思ってた。嘘やろ？これじゃあアイアンじゃないと無理ですね。多分レモンは多分突き抜けだよ。突き抜けだね、うん、近い、え、嘘、思ったより近かった。行き過ぎてた、うん、行き過ぎちゃった。マジか。9番と7番と打つとちなみに距離は183です。あ、そんなもんない。どうしよっかな。こんなん上げられへんやんな。下から出しますか。センター上から行けなくもないけどマジで。じゃあピンあれでしょ。右って何かあるんですか。右は何かありましたっけ。右はでも見える範囲だったら多分大丈夫だと思います。はい、じゃあ7番アイアンですね。はい、で180ヤード上から越えていきます。上、すげえ。戻ってどうなるかな。見えないけど、ね、やばい。海の近くまではすごい。これがプロの技ですね。すごいですね。ほんまやばくない。力技です。力技どういうあれなんですか。ただ思いっきり振るだけ。なるほど。でもすごくない。なんか普通あっこから狙ったらあかんって言うけど、やっぱプロはもう攻めるんですね。
行けそうだったら行っちゃったりします。え、あの高さはもう行けるわっていう範囲なんですか？1ぐらいだったら、あの木はもうプロには関係ない高さという。そうですね、あのぐらい距離あれば大丈夫。7番やったらちょっと上げようとかは思うんですか？ちょっとだけ開いて上に飛ばす感じで。7番開いちゃうの、ね、どうなんの7番開くってさ、なんかわけわかんない。右ちょい、グリーンちょい右ぐらい。センターまで94です今。94。なるほど、54で。バンカーに気をつけていただいて、まっすぐ。バンカーに気をつけて、まっすぐ。具体的。3、2、3。あー、バンカー行っちゃった。奥のバンカー行っちゃった。大きいんですね、これ。お、絶対そんなにない、ここ。あ、距離が80ぐらい。確かに80ないと思うな。 GPS 行かれちゃいましたから、ちょっとケンちゃん飛びすぎて。 GPS のせいですね。ショートカット込みで、はい、300、450ぐらい。あんだけ頑張って踏んだから、まあまあまあ、すげえな、マジで。やったよ。てか、めっちゃ飛んでる、ね、7番や。開いて打ってんのにここまで飛ぶんですね。ねー、わあ、これキャディさんどうします、この状況。これはね、右から攻めます。右から、はい、58度です。はい、右から、あのグリーンがこうなっとうから、右からコロコロっていう攻め方。あ、うんめ、落としどころ。ほら、コロコロって攻めてる。まあまあまあ、うんまあ。さすがすぎる。ナミちゃんのイメージ通りでした。はい、もう言ったこと全部やってくれる。さすがです。60度です。60度。これはいいチョイスなのかどうなのか。手前から高い球で距離感ぴったり、うん、ナイスです。一すら、一すら上りです。一すらに。あんな真剣にライン読んでるナミちゃん初めて見た。人のことしないと優しさが出ちゃう。そう、もっと読んだべ。いやー、惜しい。ケース、ナイスワッ。少しスライスかな、ちょいスロー。うん、オッケー、今伝わった。伝わりました。言葉にしなくても伝わりました。はい、やっぱ前半の絆もあるからね、やっぱね。うわー、ナイスバーディー。ナイスガッツポーズ。イエー。すごい。ナイスバーディー。もうあのひなちゃんの言ったので伝わっちゃいました。伝わった。言葉がなくてもね、そう、伝わりますね。このやっぱね、ね、そんなあんな感じの。いや、それ二人の間はめっちゃすごいんですけど、あの見てる人にも伝わるに次から言葉にしてもらっていいですか？